はいどうも、トワイスです。今回もマリオ RPG 実況続きやっていきたいと思います。前回から1年ぐらい空きましたけれども、この実況は解説でも何でもなく私が、思い出に浸るかつゴリ押すっていうやつになっております。じゃあ、前回は因果下りまでやったんで、今回ケロケロコ、まあ順番に進んでいく形ですけど、やっていきます。小気味のいい音楽が流れておりますが、今脇道に行っても何もないんだっけ？特にないか。ああ、ここあるんだね。ジャンプしてオタマジャクシに乗ると可愛い音がします。メロディーを作ってみようと。でも彼らは知らない人と遊びません。はいはい。まあ、とりあえずここの関係者にならざるを得ないというところなんですけど、どうしよっかな。最初に話しかけてみるか。私はキノコフスキー音楽家である。ここで次の作品のメロディーを考えているので、ああ、できそうでできないと。音楽は、ちょっと今はいいかな。まあ、この湖がね、五線譜って言うんでしたっけ？それになってるんで、まあ、要は、タイミングよく、オタマジャクシに乗って、それでメロディーを作ると、特定のメロディーに応じてなんか、もらえたりしたような覚えがある。っていうとこですかね。さて、じゃあ、ここですね。はい、どちら様ですか。あ、マロ。お前、噂になってるぞ。スーパーのマリオさんと一緒にベロームをやっつけたとか。もう噂になってんの？マリオさん、ケロケロ湖には世界中の噂が風に乗って集まってくるんです。だからおじいちゃんはここにいながらにしていろんなことを知ってるんですよ。わお、あなたがスーパーのマリオさん？みんな、噂の人が来たぞ。ほう。たくさん湧いてきた。本物だ。でもあまり強くなさそうだね。噂ではカエルよりすごいジャンプができるんだって。本当かな？本当だぞ。お、やや何やら楽しそうね。おじいちゃん、困っていたところをマリオさんに助けてもらったんだ。ふふふ。もう全部知っとるよ。さっきの大雨はやっぱりマロか。いたたたた。もっと優しく持ち上げんかい。わしも仙人らしくふわふわ飛んでみたいんじゃ。なんか釣られてますね。マリオカート思い出しますね。いらっしゃい。チミがマリオちゃんだね。わし、カエル仙人。わしんとこにいろいろ聞きに来たんじゃろ。チミはなかなか賢い。困った時にはわしのような物知りじいさんがアドバイス。これお約束なのよね。玄関で立ち話もなんだからわしのうちに来なさい。話はそれからね。バックオーライ。これ、お前たち、マリオちゃんに道を作んなさい。というわけで、まあ、これがケロケロ湖の本来の音楽なんですけど、とても明るくて好きな曲です、僕。で、オタマジャクシを乗り継いでいくと、これがカメ仙人じゃねえ。カエル仙人の、お家ですね。ほいほい、さあ上がんなさい。シンプルですね、ちゃぶ台に。タンスに掛け軸。さてさて、クッパちゃんのお城にやってきたあのカジオとやら、なかなか手強そうね。あんな怖い顔が刺さってたらば、マリオちゃんとしては早いとこピーチちゃんを助けに行きたいね。ところがここで意外な事実、すでにピーチちゃんはクッパ城にいないのよ。よしよし、では説明してあげちゃう。落ち着きなさいな。マリオ興奮してんの。ピーチ姫の名前が出て、
チミがクッパちゃんを追っかけてクッパ城に入っていたその時、ふとお空を見ると流れ星が7つ落ちてくれてないの、綺麗だなと思った途端、あのビッグな剣がクッパ城をめがけてぐさっと命中、ナイス再現。あのショックでマリオちゃんだけでなくピーチちゃんもそしてクッパちゃんもぶっ飛んだ。そして今頃どこかで迷子になってるらしいのよ。しかしピーチちゃんも心配じゃが、あのカジオを追い出す方法も早いとこ考えなきゃいかん。なぜならあいつったら次々に子分たちを送り出しているようなのね。チミたちがキノコ城でやっつけたケンゾールもその一人じゃろ。この先まだまだ手強いのがおるぞ。そうだおじいちゃん、キノコ城で星を見つけたよ。あれが不思議な流れ星。いやいや、もう見つけたんかいな。わし思うに今回の冒険、その星が非常に大事じゃね。大事なものより大事じゃろ。流れ星には願いを叶える力があるとわしは信じておる。さて、長い話最後までよく聞いたね。もう一回まとめちゃう。さすがに大丈夫ですね。そうかい、分かってもらえてわしも嬉しいのね。ケンゾールみたいなやつがまだ他にもいるなんて。マリオさんも大変ですね。今度はいつものクッパが相手じゃなさそうだし。なんじゃマロ、まるで他人事みたいだね。マロもマリオちゃんと一緒に冒険に出るのよ。これからすぐにじゃ。何言ってんのおじいちゃんでは。僕はごく平凡なただのカエルだよ。マリオさんみたいな冒険は。マロや、今まで黙っておったけど、実はお前はカエルでないのよ。ある日のことじゃった。わしがいつものようにここでおやつを食べていると、滝の方から何やらふかふかしたものが流れてきた。それは一人の赤ん坊じゃった。パパもママもお家もわからない。わかったのはベルトに書いてあるマロという名前だけ。そんなかわいそうなふかふかちゃんをわしは孫のように育てた。稽古をつけてやるとわしの知らない魔法までものにした。わしは思った。この子は伊達にふかふかしておらん。きっとどこかわしの知らないところからやってきた子じゃ。おじいちゃん、僕は。あ。マロ、泣くでない。今は泣くときと違う。マリオちゃんと一緒に冒険に出るのよ。そして本当の家を探して。本当のパパと本当のママにふかふかしてもらうんじゃ。マリオちゃん、この子の魔法はきっと役に立つはずじゃ。仲間にしてもらえるよね。おじいちゃん、もう泣かない。僕はカエルじゃないんだよね。マリオさんと一緒に行くよ。決まりじゃ。頑張ってくるのよ。まずはこの先のローズタウンが大変困っておる。すぐに行ってあげなさい。まあというわけで別に帰れるんですけど、そういえばもらってきてた。お使いのことを忘れてやいないかい、おじいちゃん。寂しいもんじゃ。おやつでも食べて気分を変えたいもん。そうなんだよね、忘れておったよ。コオロギせんべい、お使いご苦労さんね。そいじゃあおだちにあげちゃおうかな。そうじゃ、わしがマロくらいの年の頃使ってた杖をあげちゃおう。ケロケロの杖じゃ、大事に使ってね。確かに渡したよ。はい、というわけでやったね、武器代が浮くよ。マロの武器ケロケロの杖、攻撃力20も上がるのか。改めて見るとすごいな。さて、それじゃあ
会話が長いので若干時間を食ってしまったけど、どうしよっかね。ローズタウンまでつければいいけど、とりあえず行ってみますか。あー、なるほどね。間にダンジョンを挟むか。今まで15分ぐらい目安でやってきましたけど、普通に20分ぐらい目安で頑張っていこうかな。黄色いボードに乗ると動き出します。ボードが多い時には降りられません。黄色くなっている間に降りましょうと。まあ、ここはこういう感じで乗り継いでいくっていうとこなんですけど、こいつらか。まあでもノコノココーラはこんな感じ、ケロケロの杖はハンマーと似たような感じ。この辺のタイミングもう忘れちゃったな。まあ食らうけどこんなもんかなって感じですというか、なんだろう名前が人出なしって、随分物騒な名前してるけど、雷効きそう。効いたな。 HP がまあ60いくつですかね。70はないんじゃないかみたいな感じ。僕はこれといって詳しいデータとかはわからないのであれですね。まあ適当にノリでやっていきます。 FF9 やってた時もあの相手の HP 推測しながら戦うことはありましたけど、割とそういうのも面白いなって感じなので、初見プレイと同じような気持ちでプレイできるのもいいんじゃないかなと思います。65とかかな。これこのまま一発で乗れるっけ。あーなんか無理そうだな。じゃあこっちから乗り継いでいかなきゃダメか。おっと、なんかグロいのが出てきたな。でもファイヤーが効きそう。いや、ケチろ。逆に、でもマロの雷は食らわないのかな。あ、食らわないね。やべえ。状態異常の名前を忘れましたけど、今のこれはスペシャルが使えなくなってしまう状態異常ですね。 HP 高えな。で、クリーンヒットだと結構なダメージだ。まあ経験値的には結構美味しい感じ。おい、うまくいった。あカットしようかな。オッケー、カットするまでもなかった。ケロケロコインでしたね。フラワーの最大値は大事だから取っておくとして、あれ、これって他に行き道なかったっけ。があったか。オッケー。あいつ苦手なんだよな。お金を取られるのは勘弁だ。さて、似たようなとこに出たけど、正直このケローズってあんまり印象がないんだけど。できねえもんか。
か、キノコか。うわ。敵と戦うのもなかなか厳しい感じになってきたな。まあただここってそう、ボス戦が確かなかったのかな、このダンジョンは。おっとっと、イベントだ。ああ、懐かしい顔が。クッパですね。よーし、それでは我が輩の城を目指して出発する。よいか、格闘家のノコヤン、魔法魔魔導士カメザード、そして色仕掛けのクリジェンヌ、さらに我が輩のパワーでこのクッパ軍団はまさに無敵なのだ。橋は崩れているが帰る手段は見つかるはずだ。行くぞか、ハハハハハ。クッパたちはクッパ城に行くみたいですね。さあ、すぐそこがローズタウンですよ。と、まあこのイベントがあるぐらいで探索しようとすればあるけど、これといって何かあった覚えはないんですよね。というわけでローズタウン行きましょう。さあ、大変なことになってますローズタウン。森から矢が降ってくるんだ。その矢に当たればこの通り動けなくなっちゃうんだ。これで家に帰れなくなっちゃったよ。とても暗いムードが漂っております。流れ星が森に落ちたその日からこの町には矢が降ってくる。雨じゃなくて矢なのよ。ああ、動けない。とまあとても困った状態になっておるみたいです。これあれかな、見てると全員当たっちゃうのかな。お、おじいちゃん難を逃れた。話を聞いてみようじゃないか。孫が遊びに行ったきり帰ってこないんです。探しに行きたいのですが、自分も動けなくなっちゃうもんな。おじいちゃんが水を運んでくれるんだ。僕たちも手伝いたいのにな。危ないから外に出ちゃダメだって。矢は怖いけど水を運ばないと生活できんのじゃよ。すぐ近所でよかったな、水場が。これ孫か。それは由々しき問題だ。困った困った、これじゃ森に木を切りに行けないよと。森があるんですね。さて、イベントをやりたいところではあるんですけれども、どうしようかな。今回はとりあえずローズタウンに着いたということでセーブして終わりましょうか。若干戦闘とかかっ、このイベントがあったわ。すいませんね。ちょっとセーブするまでは続けます。マリオ助けてー。ガハハハ、マリオよ、ピーチはもらったぞ。ぴょんぴょん。スーパージャンプ。ドゥン。ガハハハ、その程度で我が輩に勝てるとでも思ってるのか、ガハハハハ。グフ。
ふふふ、ピーチ、お前は我が輩と一緒に城へ帰るのだ。キャー、誰か助けて。助け。あ。ママー、お客さんだよ。はいはい、いらっしゃい。あら、マリオさんじゃない？いやー、すごいね。顔パスってこういうことなのかな。マリオ？ヒゲも帽子もそっくり。ね、本物？まあ、隠してもね、本物でーす。本当に本物なの？なんか信じられないな。証拠を見せてよ。ぴょん。わー、本物だ。すごいな。これで通じちゃうんだもんな。ねえ、マリオ、一緒に G のごっこしよう。これこれ、トイド。マリオさんは休みに来たんだから無理を言っちゃいけません。だーって、ママは遊んでくれないんだもん。困った子ね。マリオさん、すみませんが、ちょっとの間だけ遊んでいただけます？ええで。やったー、マリオはやられちゃったから、クッパをやってね。僕は G のをやるから。行くよ、さっきの続きからだよ。よいよい。A で再現率。待てー、このジーノ様がクッパを倒しちゃうぞ。と、子供は手加減しねえ。来いクッパ。虐待で訴えられねえのかな。くっそー、このままではやられてしまう。こうなったら行くぞ、シューティングスターショット。あ、外れちゃった。キャー、マリオさん大丈夫ですか？マリオを一撃ノックアウトさせるおもちゃの威力っていうのはすげえもんだな。おはようございます。さて、まあいろいろあるんですけど、下に降りたらイベントがあるんですけど、とりあえず今回はセーブして終わりましょう。次回は下にあるイベントを見て、その後にダンジョンが一つ解放されるはずなので、そっちに行ってみようかなと思います。レベル的にはまあ大丈夫だよね。道具屋によるぐらいかな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。